んこんにちは。平和の輪に地球の地と書いて輪地司です。今回はゾーンタトゥーでございます。ということでですね、今回は下着の購入品紹介をしていきたいと思います。秋冬の可愛い下着を皆さんに紹介していきたいと思うんですけど、やっぱりね、私もちょっとこうお胸がふくよかな方なので、なかなかね、こう下着とかどこで買おうかなとか悩んだりするんですけど、皆さんもね、買いやすいように GU から選んできましたので、ぜひぜひ見てくださったら嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。じゃーん、まずはこちら、よく見る形のブラなんですけど、私は大きさはね、M サイズで買ってます。どっちかって言ったらこのカップの大きさは、そんなにこだわらなくてもいいのかなって私は勝手に思ってて、グラビアとかで着るカップサイズってもう私 I なんですけど、 C とか D とか着てるんですよ。なので結構ちっちゃめでも、アンダーが支えてくれてればいいのかなと思ってるので、アンダーに合わせて買ってます。なのでこういう感じで、これで緩いともうドロンっておっぱいになっちゃうから下から下からこんにちはってなっちゃうんで、僕が硬い感じにしました。でこれはね、私もよく着てるんですけど、こうトゥルッとした素材なので、後ろがあんまりね、なんか透けてもそんなに恥ずかしくない感じでいいですね。赤いんで赤いんで透けるんですけど、こういうなんか一番、これがグラビアとかでもよく見る形かな。ちっちゃいで買うことが私はおすすめです。はい、早速着てみたんですけど、結構ね、胸がこう丸い感じに見えますね。うん、締め付け感もね、あんまりなくて、こうスルッとしてる感じのブラだったんで、こう段々がこう後ろあんまり見えないのでいいですね。あと胸が丸い、まん丸く見えますね。じゃーん、2着目いきますか。2着目はこちら。こちらはね、結構私好きで、これキャミみたいな形になってるじゃないですか。でキャミのやつも普通に売ってるんだけど、それと違うのはこうやってめくるとちゃんと下ブラになってる。で結構ここの下のアンダーが結構きつめにできてるんで、こう下からこぼれないで支えてくれるので、最悪ね、こう下でこう支えてくれてれば、ここがあとは頑張ってくれるっていう感じですね。なのでこれ結構ね、おすすめ。胸が一個一個って感じになるし、漏れるっていうよりはこうなんていうの、自然な胸に見えるから、あんま胸目立たせたくないなって時もおすすめです。さっきの赤色のね、ブラよりもすごいこうなんだろう、ホールド感はあるかなっていう感じで、長さもね、ここぐらいまであるので、ちょっと短めの T シャツ着て もうなんていうの、そこから下から見えて恥ずかしいとかもなく、レースなんで可愛いですね。じゃーん、次のやつはこちら。これナイトブラなんですけど、日常でも私結構つけてて、この形すごい好きなんですよ。で新しいのが出てたので、これなんて言うんですか、こうカップになってないんですよ、ナイトブラだから。1個にまとまってるんですよ。でめっちゃ締め付けてくれるんで、このまま、あとカップになってないから逆にこう谷間がこうできるんで、谷間を見せたいなっていう時もこれめっちゃおすすめです。よく着てます。私がやっぱ一番これいいなと思うのは、谷間がすごいこうやって綺麗に見える、すごいホールドされてて見えてはいるんですけど、一番なんていうんですか、こう包容力がありますね。だから運動してる時にもつけても全然こうギュッと押さえてくれてるんで、安心感があって私は好きですね。じゃあ、そして最後がこちら。ちょっと初めてね、買ってみたんだけど、これ良くないですか。これ男性受けはめっちゃ悪そう、めっちゃ悪いですよね多分。こんなね、多分ね、嫌だと思うんですけど、なんか私はこういうなんていうの、服の下に透けないようにいつもペチコートっていう肌色のキャミソールをよく着てるんですけど、
これは1枚でペチコートの役割もこう上だけ透けちゃう時とかはできるし、しかもここがなんかシェイプアップ機能があるらしくて、ちょっと私 M 買ったんだけど S とかでもまあ胸がそこまで大きくない人いいのかなって、結構ぴっちりの方が可愛いかなと思うんですけど、中のカップもこんな感じで結構緩やかなのは緩やかなのかな。これも寄せれるタイプですね。こうカットになってないので谷間がしっかりとできるタイプになってるので、これもね V だし見える服着てもいいかもしれない。4着目も着てきました。いや今回はですね、ちょっとここがその下のつながってる部分がシェイプアップ機能があるってことだったんですけど、なんか言われてみればここの下の部分がね結構きつめでこう抑えられてるかなって感じはするんですけど、アンダーがそこまできつくないので、なんかおっぱいはそんなにこう包まれてる感が少ないかなっていうのは感じますね。こう奔放って感じですね。どっちかって言ったらこうお腹とかのシルエットを細く見せたい人におすすめかなと思います。ゾーンというわけで今回はですね、下着の購入品紹介でした。男性の皆さんはなかなか何を言ってんだって感じだったと思うんですけど、ぜひねパートナーの方と営みをされる際には下着まで気を使って、こっちはおりますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。そして女性の皆さんは少しでもためになったら嬉しいなと思っております。そしてお二人がそんな営みをされる際にはこちらの薄さを超えた生感覚ゾーンを使っていただけたら嬉しいなと思います。お知らせです。今回ですね、トニーちゃんのアカウントをフォロー&リツイートしてくださった中から抽選で3名様にこちらのトニーちゃん T シャツに私のサインのついたこの T シャツをプレゼントしていきたいと思います。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。ちょっとでも良かったなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。でもまだもうちょいですね、こっからもっと覆していきましょう。お世話になったら恩返し。